ドジャースの大谷翔平投手30は28日、日本時間29日、日本拠地ロサンゼルスでのオリオールズ戦に1番 DH で先発出場し、初回に3試合ぶりの一発となる42号ソロを放った。動画、始球式に登場したデコピンと大谷翔平。相手先発は2021年のナ・リーグのサイ・ヤング賞右腕のバーンズ。 7月のオールスター戦では初回に対戦して至球だった。初回戦闘カウント1、2からの5球目、外角の87、4マイル、約146キロ、のスライダーをバットで拾うようにフルスイング。角度33度、打球速度102、2マイル、約164、5キロ、で高々と舞い上がると、右翼席に吸い込まれた。 先制の42号は今季4本目、通算10発目の先頭打者球で、飛距離391フィート、約119、2メートル、だった。この日は大谷と愛犬デコピンの首振り人形が先着4万人に配布されるとあって、球場は大混雑。一番乗りのファンは試合開始12時間前に並んだ。そして試合前の始球式に大谷に抱きかかえられて、デコピンが登場。 ボールをマウンドに置いて、待って、と合図を送った大谷がキャッチャーの位置に座ると、ボールをくわえたデコピンが猛ダッシュ。大谷に無事にボールを渡してハイタッチ。大歓声に包まれた。